新作の撮影をします。いやあのね、Sタイムも本当にそのグッズレベルなものとあとハイグレードラインをあって、今回の、着るやつはもうプレミアムなハイグレードラインでございます。もうベースからゼロベースから素材から全て選んで作ってるやつ。じゃああのあそこにしようか。じゃあ今日の、ね、撮影スポットね、あそこ前も使ってる、めっちゃいい。あとここはね、あの俺三郷の文化会館でワンマンライブやった時に、あの結構広いじゃん文化会館って、だから練習場所がないなと思って、その空間の広さがある場所がいいなと思って、よく夜中にここに一人で来て、ここでなんかやってた一人で練習を、ちょうどねこう開けてるからこの公園が、でこう夜中にこう一人で来て、結構ね、これ横で動きが使えるからイメージできるんだよね、うん、でここ全部奥まで入ったら何万、もう3、4万人入るぐらいの大きさなんだね、本当に。やっぱこうたまにはね、こういう広いところでね、イメージするの大事。じゃあちょっともうそのまま行っちゃいますか。じゃあ今ね、これ持ってるこれね、こちらをまあ、いつ販売するかはあのこの YouTube が上がってたらもう販売になってると思う、うん、概要欄に購入先も書きますけど、はい、
オープン、まあ、今回はこの大人気シリーズのヘブン・オア・ヘルシリーズ、はい、ちょっとねこの渋めの赤、この色もすごいこだわりました。やっぱりこうあのなんつうんだろうね、安っぽくない赤がいいなと思ってちょっと渋めの赤にしてます。で、綺麗ですよ、ちっちゃいんだけど刺繍綺麗に入ってますね、ヘブン・オア・ヘル。でフードもしっかりしてます、もうダブルでデカめで、で冬に寒い時はここがボタンになってて、ここまでやるとなんかこうタートルネックっぽくてね、こうマフラーなくてもあったかいという、まあ、パーカー最強なんですよ。であとはまあちょっと切る前に説明しますけど、中もう見てください、この感じもう見るからにクオリティ高いでしょ。写真だけじゃちょっと届けられないなと思って、今日ショーのライフで撮ろうと思って、そうボアっぽくなってるんですよね。であとは後ろはね、着てから見せようかな。じゃあ着てみましょう。であのシルエットもすごいこだわってて、今回ね、まあ、前回俺が今ね着るのはこれ、まあ、ほぼフリーサイズなんだけど、俺が着るのは M サイズで、 M と L がある。だから M はまあ XS、S、M ぐらいまでの人が着れる感じで、で L はもう L、XL、2XL、3X ぐらいまでの人がもう着れるぐらいの大きさになってます。はい、なんでほぼフリーだけど、まあショート大って形で分かれてますね。おお、おお。で、まあ、前回のあのヘブン・オア・ヘルシリーズと同じなんだけど、この丈感は俺好みの短めにしてます。やっぱさ、俺とかさ、あの身長があの1702センチぐらいしかないから、あんまり丈が長いとなんかすげえチビに見えちゃって、なんかこうなんかステージとか立つことが多いから、こう全体のバランスとかシルエットを考えると、なんかこうこの丈がね短い方が俺は結構シルエット的にすごい好きで、で袖丈は前回はもうちょっと短かったんだけど、若干長くしてます。はい、なんで L だったらもうちょっと長いかな。はい、で肩はドロップショルダーになってて、まあ、結構大胆なドロップショルダーだね。かなり長めに取ってますね、ここの切り返しは。であとはじゃあ待ちに待った背中をお見せします。スウェーアトーアバーゴー。はい、今回はあの十字架にしてます。前回はね、あのヘブン・オア・ヘルシリーズはあの東京タワーで、右と左に分けてって形なんだけど、今回はあの十字架にします。でちょっとここあのね、自分が書いたメッセージなんだけど、ちょっと待って、ウェイクアップって書いてある、ここに。なんて書いてある？ウェイクアップナウ。そう、ウェイクアップナウ。ちょっとナウまで忘れてた、ごめんごめんごめん。そうそうそう、自分で決めたんだけど忘れてた。ウェイクアップナウ、まあ要はウェイクアップって意味なんだけど、まあ今目を覚ませってことです。要するに今回のメッセージは、まあ、前回は東京タワーを境に明るい部分と暗い部分で街並みは両方とも反転して同じなんだけど、どっちを選ぶかは自分次第だよっていう、まあ、天国地獄選ぶのも自分次第だよってメッセージなんだけど、今回はなんで十字架にしてるかっていうと、あの天国選ぶのも地獄選ぶのも、まあ今の自分の、行い次第だし、それは神のみ知ってるっていう、そういうメッセージです。だからあの結局、まあ、いろんな他の人は騙せても神は騙せないよって。だからあのヘブン・オア・ヘルは自分自身、天国行くか地獄行くかは自分自身か神のみしか知らないよって、そういうメッセージです。形で、まあ、今回は、まあ、シルエットもすごくこだわって、でフードも外したらこんな感じだし、でさっきも言ったようにこのパーカーのいいところは、まあ、寒いなとか冬とか風冷たい時とかはこれでもいいだろうし、さらに風でここ首元寒い人はここでボタンになってるんで、
このボタンをこれ閉めてもらえばほらこんな感じでね、赤ずきんちゃん赤ずきんしょうちゃんって形ですね。最強ですよ、もう数入んないですから。でもこの感じもなんかあのバレンシアガさんとかなんかもう本当にこんな感じでこういう感じでモデルをさこんな感じのランウェイのシーンがあったからね、うん、だからそれ考えると俺これ何年も前からこのスタイルやってるから結構先取りなんですよ私のデザインって、うん、まあいいですよ、ハイブランドさん全然真似してもらっていいです。はい、ということでこちらの、ヘブンはヘル、まあレッドカラーって言いますけどこのカラーはあのもうこれが上がってる頃には発売してます。で、まあ、数は、限定になってますんで限りがあります。で欲しい人は、まあ、概要欄にね書いてきますんでこんな感じかな。で今日はこの後ねあのここで写真を撮ります。そうネットショップに上がってるであろう写真は今から撮ります。 OK、 じゃあ撮りますか。なんかあのさっきあっちで撮るって言ったんだけどあっちからここ眺めてたらなんかこう水があるところで撮るのもなんかすげえいいなと思ってここで撮影したんだけど多分この写真ネットショップかインスタ使うと思う。めっちゃ良かった。あの俺三郷のねあの観光大使とか前は渋谷の観光大使どうですかとか言われたけど俺やっぱ観光大使ってキャラじゃないんだよな、うん、まあでも分かんない。でもあのなんかでもあんますることないのか観光大使ってね。今からたまにだけど俺あそこのさあのスタークカフィたまに行くんですけど今日は久しぶりに来た。何ヶ月もぶり。今から何するかっていうとあのそっかじゃあねここねデンジャーゾーンだから、ね、今から何するかっていうと、カフェに入ってコーヒーしながら今撮った撮影とか動画をチェックするとそういうことでございます。でその後に、まあ、今日の動画とは関係ないんだけど別の動画を今から編集します。さあそれでは S タイムの新作に乾杯。そうあのこの新作のパーカーはやっぱりさ俺カフェ好きだからもうカフェとかでもこうね似合うから俺は。で結構テラス好きだからこう外でさ多分これからの時期寒い時期とかはね風強い時はもうそこでここのさボタンをしてれば最高だよ。景色こうやってね、このビューを眺めながらさ、このビューを眺めながらって感じで、この秋のさ、このコーヒータイムを最高にチリにできるから、うん、最高だよ。人間ウォッチングもできるし、